にちは。今回は最後のエンディング回収やっていこうと思います。今、ラスボスを倒して、それから本拠地に戻って大広間に行って、リーダーとなることを断ってきました。はい。で、これから最初見たエンディングと同じ感じで、ジョイの待つあの場所に行こうと思います。で、前行った時はキャロの町の方から入っていったので、今回ルルの家の方から行こうかなと思って、はい、今ルルの家前にいます。道伝っていけば行けるかな。その多分右下かな、この方、あ、行けそうですね。こっちから入れるっぽいのね。すごい。いた。会いに行きましょう。こっちか。これなかなか分かりにくいですよね。あ、ここの道って、あそこ渡ってたあれじゃん、エンディングで。おお、そっか、あの川みたいなやつを渡ってくんな。間違えてキャロの町に通り過ぎないようにしないといけないよね。あ、ここかな。で、こっちでいいんだよね。これが分かりにくい。こっちか。あんまり最初の記憶ってないけど、一番最初に通った場所ですもんね。キャンプがあってここら辺とか。うん、そうだったわ。そろそろいますかね。再びここをどうしようかな。ここ結局前のエンディングでだと、ゾイの攻撃をすべて防御で、ゾイを倒さないようにして、紋章を受け取るのを断ったんですよね。どうしよう、これはいいか。倒さないで行きますか。そうしよう。ちょっと長くなっちゃうけど、選択肢のところで受け入れましょうか。何度見ても辛いけど、戦わないよね。
わわわ強いよ。いやー、このなんか本音も、うわあ、ゾイ、この紋章を一つの姿に、君に僕の命を渡す。右手を、うわ、差し出したくないけど、そんなことできない。いや、でしなきゃダメなんだけど。分かったよ、ジョイ。本当にこの二つの紋章、何なんでしょうね。選びます。うわ、僕らはお互いの信じるもののために戦った。その先にある平和のために。君は僕を倒した。フライトー家の全ての血統を断たれ、ハイランドを支配していた者は消え去った。やがて歴史は語られるだろう。勝者たる英雄が。いやー、そんなの、その英雄物語に人々は自らの争い、戦いの罪を忘れることができる。敗軍の兵たちも自らを慰めることができる。騙されていたんだと。レオ、君は立派な王になってくれ。僕らが戦いの果てに手に入れたこの平を守る番人となってくれ。そのために紋章は君に力を貸してくれるはずだ。さよなら、我が友、レオ。あー、でここに繋がるんだ。いやー、無理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 。無理だよー。全然、なんか曲明るいけどさ、そんな気分になれないし。なんでこの二人がこんな目に遭わなきゃいけないのって感じになっちゃうよね。うわ、より切なく感じる。一人きりだもんね。最後の、多分私のとこだけ変わってると思うんで、それで決めましょうか。
としてそうだよな、そうするしかないもんな。これはちょっと、ちょっとうまいことスタッフロールカットしてさ、涙を拭いたのに。いやー、色がないだけでこんな切なくなりますかっていう。なっちゃいますよね。結局このエンディングでも、まあ、ゾーイはあんな感じだったし、ナナミも助かる条件っていうか、まあ満たしていてもこうなっちゃうわけなんですね。一人ぼっちか。なんかすごい今複雑なんだけど、気持ちとしてはなんかそう、前作もエンディングが2つあったじゃないですか。でそのやっぱり1人になっちゃうエンディングもあったと思うんですけど、なんかすごい切ないけど、その幻想シーコネンっていう物語の結末としてはなんかそれもありなのかなっていうのも、まあ、前回も感じてて、今回のこれもなんとなく嫌だけど結末としてはありなのかなっていう気もなんだかしちゃうんですよね。不思議と。なんていうかうまく言えないけど、まあでもやっぱ3人がいいですけどね。本当にこれしかエンディングがなかったらちょっと本当なんか悲しくなっちゃうし、でもこれもありなのかなって気もしちゃうし、納得はしちゃうんですけど、ちょっとやっぱり寂しいですよね。はい、というわけで、エンディング以上で4種類になります。結局あれか、ナナミがこのバッドエンドっぽいエンディングだと一応ナナミは生き残るってことになるから、そういう点ではまあいいのかなって感じもしちゃってきちゃう。エンディングそれぞれ、まああれがいいとは思わないけど、ナナミが生きてるってことだけはまあいいかなって感じがしますよね。はい、
では、エンディング回収はここでおしまいになると思います。はい、次回からはまた違うものをちょっとやっていこうかと思っております。はい、じゃあここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。